のニキちゃん、高木千夏と島崎ゆりやです。ということで、ニキラジありがとうございました。ありがとうございます。今日はアフタートークということで、はい、皆さんのメッセージを読んでいきたいと思います。ありがとうございます。ね、いっぱい来てたんですよ。感謝です。すごくたくさん来てたんですけど、悩みましたね。はい、たくさん話し合いをして厳選してお答えしていこうと思います。秋もドナルドさんからです。秋もドナルド。ありがとうございます。ありがとうございます。温かい飲み物といえば何ですかね。いや、もう一回して。温かい飲み物といえば何なのかね。ほら、自販機で買うコーンスープさ。かわいい。とのことです。はい。ね、久しぶりによくわかんない言葉使ってる人がいて、読むの難しかった。ほら、かわいいじゃん。はい。温かい飲み物といえば、はい。ゆりは、ホット柚子です。おお。冬は結構、温かいのって喉に良さそうだなっていうのもあって。わかる。しかも、柚子とレモンあるんだけど、柚子が好きなんで、ホット柚子飲んでます。私は、おでんのスープです。自販機にあるんですか？ないよ。あ、自販機といえば？あ、違う。なんでもいいんだよね。あったかいものなんでもいいですね。多めに、汁多めでお願いしますってよくします。おでん買うときは。そう。温まりますね。一番温まるおでんの季節ですね。では、ありがとうございます。ありがとうございます。続いて、もっこうさんからです。はい。ちなっちゃん、ゆりゆり、こんばんは。こんばんは。食欲の秋というほどではないですが、私は最近キャンディーを持ち歩いて食後のデザートやおやつの代わりに舐めるようになりました。次は何にしようかとスーパーに寄るのも楽しみな時間が増えました。かわいい。2人はどんな秋になりそうですか？どんな秋？ゆりは最近カレー、無水カレーを作りました。おキーマカレーみたいなやつで、前にちなっちゃんさんがうちに来てくださった時にクミンってスパイスを買ったんですけど、絶対使えないなって、うまく使えないなって思ってたんですけど、それ入れたらいい感じにこうなったので、ちょっとカレーなきになりそうです。いいね。難しいですね。今年の秋は、はい、今年の秋は、はい、じゃあ私もキャンディーを探します。美味しそうな。おお、キャンディー探しの秋。キャンディー探しの秋にします。はい、で、美味しそうなのあったらもっこうさんに教えます。いいな。うちも結構飴好き。なんか飴ちゃんくれますよね。なんかさ、うちお菓子を持ち歩いてみんなに食べるってやってもさ、みたいな感じでさ、断られるんだよね、よく。で、これ美味しいから食べなって言っても、みたいな。って感じです。でも、美味しいアメちゃん見つけたら教えてください。アミちゃんとかさ、アメちゃんじゃないよ。アミちゃん？アミちゃんとかめっちゃ、タイミングじゃないですか。そう、タイミングが悪いみたいな。なんかすごい、うちはみんなに共有したくてしょうがなくて、元気に、これ食べる？ってやるんだけど、みんなが、いや、大丈夫ですみたいな。このグループでいじめがあります。このグループでいじめがあります。飴をもらってくれないんです。そうなんです。悲しいです。では、はい、そんな感じです。じゃあ最後、はい、個人的な番外編。しまちゃんが答えたいって言っているので、しまちゃんからです。じゃあしなちゃん。自分で質問したみたい。しなちゃんから、ありがとうございます。しなちゃんからです。しなちゃん、しまちゃん、こんばんは。こんばんは。にきちゃんは、現在ショールームで FNS 関西出演をかけた戦いをしておりますが、テレビ出演とかライブステージ用などメイクを変えたりしていますか？ライブはよく遠くから見るから濃くしてるって言ってますよね。出演に向けてイベント頑張りましょう。ありがとうございます。ありますか？ゆりは、しまちゃんは、もうテレビの時はもうめちゃくちゃ、もう時間をかけて、メイクします。テレビ出たの？この間は金スマで後ろに見切れさせていただくっていうのがあったんですけど、っていう時はもうなんか2時間ぐらいかけてめっちゃ丁寧にやったり、まつげをめっちゃ綺麗にこう束にしたりするんです。まつげはでもライブも頑張って束にしたい。ライブだとあれしてます、めっちゃラーメン入れたりしてます。偉いね。あ、なんか筋肉痛だな。腕相撲ですか？いや、左なんだよね。なんだろう。また、ミキラジ聞いてください。ということで、本日のアフタートーク、これにて終了。以上、高木千夏と島崎ゆりあでした。せーの、ミキちゃんバイバーイ。ありがとうございます。あ、待って。大事なお知らせあるよ。そうじゃないですか。はい、なんとですね。はい。11月の19日に、みきちゃん、CD のリリースが決まりました。ありがとうございます。タイトルがエバーリメンバーということで、エバーリメンバー、みきちゃん4枚目の EP ですかね、フォース EP の方リリースが決まりました。リリースイベントが11月3日から始まって、11月はいっぱいリリーベあります。観覧フリーになってますので、ぜひ YouTube をご覧の皆さんも気軽に遊びに来てもらえたらなと思います。ということで、CD ね、いっぱいいろんな曲ギュッと詰めた EP ですので、チェックしてゲットしてください。それでは、せーの、りきちゃーんバイバーイ。